腕を骨折した小学生の男の子が一人で交番を訪れ SOS 家に帰りたくない全治にか月の重傷を負わせた28歳の男を逮捕自宅で同居する小学校高校学年の男の子を殴り腕を骨折させたとして6月14日28歳の男が逮捕されました傷害の疑いで逮捕されたのは札幌市清田区に住む塗装工の28歳の男です 男は4月29日午後7時ごろ札幌清田区の自宅で同居する小学校高学年の男子児童の腕を殴り怪我を負わせた疑いが持たれています男子児童は一時児童相談所に保護されましたが右肘付近の骨を折る全治約2ヶ月の重傷です男は交際相手の女性と女性の連れ子2人の4人で同居していました5月中旬に被害を受けた男の子が1人で交番を訪れ家に帰りたくないと相談 関係者への聞き取りなどから容疑が固まり6月14日に男を逮捕しました男は自分がやったことに間違いありませんと容疑を認めていて動機については言い訳をすることに腹が立ったと話しています警察は日頃から虐待を行っていた可能性も含め詳しく調べています